はい、こんにちは、小豆島漁師浜湯です。今日はですね、大寒波の日でございます。めっちゃ潮がね、引いてるんですよ。今日は、久しぶりに潮が引いてるんで、磯ガサガサして取れたやつをせんべいにしていきたいと思います。レッツゴー。で、今日は船で行きます。船で行って、帰りに網も来ると、漁もできて一石二鳥ですね。漁の方はヒラメが取れたらまあいいかなと思います。はい、じゃあ船に乗り込みました。で、こっち見てください。磯ガサガサする前に、まずこの岸壁にいっぱい牡蠣がついてるんで、これちょっと適当に取りたいと思います。よし、牡蠣が捕獲だ。よし、オッケー、牡蠣が取れやした。はい、じゃあエンジンかけて。寒いから短期だ。じゃあガサガサポイントいきます。石があって、ここまでここ取られつけなさそうだな。ちょっと移動します。普通の何もない浜に移動します。こっちなら多分大丈夫。ガタ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 してる。ここも移動です。船がこうあんまガタガタぶつかってると船底に良くないんで、ちょっと移動します。くそー、3回目のトライ。ここは大丈夫、ちょっとガサガサが遠くない。はい、じゃあ荷物とか下ろします。ちなみにここは塩ラーメン作ったとこですね。懐かしい。じゃあ磯ガサガサしていきたいと思います。行きましょう。ちょっとカナリを返してみよう。よいしょ。なんだこれは。あ、なんか魚がおる。なんかや、なんかとあとなんか魚がおる。ほら、何これ、でかっ。この子は鮮魚にした。これを返します。カニ、これもできちゃおう。悲しい、カニが一回だ。楽しいですね。子供の頃思い出します。これなんかいそうだな。これこれ、行くぞ。うわっ、あああら、お、めっちゃ魚おる。お、すごい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 。魚魚魚、お、魚、はぁ、魚魚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 魚。ほほほ、ここにもあった。あ、ダメだ、ダメ、これダメだ、一回逃がった、逃がした。よし、早くも大量ですね。こっちのやつって外れちゃう。外れかな、でかいぜ。いや、最高だ、楽しい。アサリおらんかな、アサリ。アサリ探そう。アサリ全然、アサリの殻はあるけど、アサリがおらん。アサリが、さあ、ちょっとしたとこにやってきたぞ。こういう水たまりとかなんかおるそうやけどな。おらんね。気持ち悪い。下で下で、これめっちゃうねうね動くからね、元気な時。
ウニウニ、すっごすっごいウニ。サメの手がないですね、今日、今年。向こう渡れたらいいんですけど、向こうはちょっと遠すぎる。こういうとこなんかおらんかね。あ、向こうに、向こうにだ。おっとよ。海は、だってクジラ大社だからね。あ、ほとんどないわ。食ってみよう。身が取れました。で、今この紫ウニが各地で大量発生していて、磯焼けの問題になってるんですよ。だからどんどんね、駆除していく活動をすれば僕はいいんじゃないかなと思います。味の方はいかに？ここのはあんま美味しくないですね。さあ、次なる獲物を求めていこう。返します。よいしょ。わ、ウニがいっぱい張り付いとる。おー、うまい。よいしょ。これはサザエの甲ですね。あの殻がこのサザエ柄になってる。これは取らない。最後にカメの手が欲しいんだけどな。カメの手どこだろう。ほう、ほう、ほう、ぬぬぬ、ダメダメ。何もいないんで場所移動します。何だこれ。今返したらおもろい魚がいた。片握り、片手で握れんやつって言われてるやつ。こちら片手で握りにくいやつ。じゃあちょっと移動します。移動しようと思ったら面白いのを発見。何だこれ、何だこれ。おお、何だこれ、何だこれ。ちょっと洗ってくる。なんかめちゃくちゃ魚の釣り餌に良さそうな虫。動きよる、動きよる。これはさすがに食えないので、また何か教えてください。はい、じゃあ移動したんですが他何もいなかったんで諦めてあれでやっていきます。はい、じゃあここで火を起こします。それじゃあファイヤー。ちょっと燃えないんで着火剤取りきます。田舎なんでどこでも着火剤がございます。火が落ちてる。これで OK。 いや、便利便利。これがね、田舎の都会ですよ。え？じゃあ一旦はけて、よし、これで再度着火剤。はい、じゃあ取れたやつをザルに入れて一回洗います。はい、 OK で、海水をすくって、よいしょ、沸騰させます。はい、じゃあセット。よし、これで放っておこう。冬の日は最高だな。はい、じゃあ沸騰してきました。全部入れ、一回入れて湯がきます。これでちょっと牡蠣が湯がかるまで湯がきます。おお、もう開いてる牡蠣。海水だから多分100度超えてるわ。黒いもんが出てる。ごっつい超火力。アクがすごい、アクが。よし、もういいかな。よいしょ、よいしょ。じゃあ魚先取り出します。で、カニとかで、牡蠣の身も取り出します。美味しそう。うん、プルンプルンだ。で、ダメも一個抜いて出てきた。ダメ。はい、これで全部取れました。一回洗ってきます。海水で洗って塩味つけます。すげえ楽しみ、どんなせんべいになるか。はい、じゃあ、せんべい作り、イカ焼き器ですね、用意して、まずここに油を敷きます。で、ぬりぬり伸ばして、で、魚を並べていきます。魚とか牡蠣とかいろいろですね。ダメもしっかり。で、こちら
持ってきた片栗粉と小麦粉を混ぜたもの、これ加えます。よし、じゃあこれをここで焼いていきます。いくぞ、プレス、ジュー、おー、いや、どんなせんべいができるか楽しみですね。いらっしゃい、大寒波磯笠せんべい800円。こんだけの労力ならもっともらいたいね。はい、じゃあひっくり返します。よいしょ。はい、じゃあそろそろ見ていきましょう。はい、めちゃくちゃいい匂いがしております。それじゃあ開けていきましょう。オープン。おー、せんべいじゃない、粉入れすぎた。あ、でもせんべいじゃないけどなんかいいじゃん。お、こんな感じ、面白いね。カニもいるし、牡蠣もある。牡蠣も魚も入ってます。はい、それではうまく焼けました。いただきます。チヂミですね。匂いはめちゃくちゃ磯の香ばしい匂いがします。カニのところから。普通に美味しいカニチヂミみたいな。いや、魚のとこ若干食臭いんですけど、魚の旨味というかいい味はしっかりしてます。美味しいです。牡蠣、うん、牡蠣が一番うまいね。ちょっと塩辛いけど普通に食える。もうちょっと減らしてもよかったな、卵じゃなくて溶き汁。バリバリとした食感と魚の香ばしさとか身のうまさが普通に食える。あ、けどなんか焼く前と比べたら美味しそうやな。普通にうまいやん。この辺ガチでせんべいやで、これ。思ったより普通に美味しかったです。ありがとうございました。はい、じゃあ撮影終わったんで網食って帰りたいと思います。よいしょ。まあ、ここらね、ほとんどないんですよ、とあるもの以外でも。いたら多分大きなヒラメがね、取れると思う。ヒラメ狙いですね。ヒラメ、ヒラメ。この間とある芸能人をね、乗せていったらここでヒラメがいたんですよ。ヒラメがおるかなと思ってやったらヒラメがいました。僕の長年の経験ですね。長くねえだろ、もうね10年やってますから、そこそこには長い。さあ、網が上がってきました。果たして魚かかっているのでしょうか。ほら、石が来た。ほら、なんか来てないわ。網がドロドロだ。はい、できました。アマテガレイ。前までガリガリだったんだけどちょっと超えてますね。ただ1匹は仕方ないんで放流チャンス。アマテガレが来た。これは置いとこう。いいアマテさんだ。これならもう十分超えとる。ただ目的のヒラメが見えてこない。おいで、クロダイ。黒いからクロダイです。ちなみに島ではめちゃ安い。はい、またカレイ。はい、で正月過ぎてめちゃくちゃ安くなったナマコ。ちなみにこちら赤ナマコです。いや、全然いないですね。もう終わりです。ヒラメ1匹ぐらいおると思ったんですけどね、残念ながら。はい、終了。ヒラメがおらんかったらおらんのは分かってました。はい、というわけでカレイが少し取れただけでした。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。まあ企画というかせんべいは美味しかったです。またお会いしましょう。水田さん、バイバイ。はい、で両終わりにですね、今日は地元の中学校で話があるので話しに行ってきます。なんか僕中卒なんですけど、なんかを喋ってくれって言われて自分の人生語ってきます。この広い体育館で喋ります。皆さん、こんにちは。小豆島の漁師、浜優こと浜田祐介です。でこれが僕の子供の時ですね。カメラを買って、三脚を買って、電気を買って、まあ、大体20万円30万円のお金をね、もうほとんどお金ないんですけれども、自分の貯金から捻出して出して。今まで撮った中で一番嬉しかった魚は何ですか？
ったのは何ですか？まあ、嬉しかったかどうかは分かりませんけど、珍しいもので言えば100キロ超えのウミガメとか、マンボウとか、